ヴィーナスシリーズ第11戦第13回クラリスカップ選手紹介セレモニー選手の登場です。さあまずはオープニング第1レースのメンバーです。地元の女子レーサーの代表として初戦はトップバッターで登場であります。地元福島陽子、おはようございます。最後まで精一杯走ります。よろしくお願いします。1レース1号艇です。陰線に限らずセンターからの強まくりなど戦法は多彩、醍醐味があります。小金井優子、おはようございます。一生懸命顔を晴れやかに頑張ります。応援お願いします。はい、1レース2号艇です。レースに展開力が備わり船券貢献度アップ内容あるレースを誓います。黒明花夢、おはようございます。船券にいっぱい絡めるように頑張ります。応援お願いします。どんどん強くなっています。デビュー1年10ヶ月、今年4月の唐津水銀祭の続きが待っています。川原あゆみ、おはようございます。一層一層集中して走ります。応援お願いします。1レース4号艇です。持ち味はまくりやまくり差し、レースを作り動かす存在として注目が集まります。清水美優、おはようございます。無事故で集中して走ります。応援よろしくお願いします。同艇の参戦です。和歌山県出身レーサーは女子プロ野球選手を目指したこともあるアスリートです。田上凛、おはようございます。初めまして、大阪支部529号田上凛です。一層一層大切に走らさせていただきます。よろしくお願いします。小島初出走です。さあ以上がオープニング第1レースの6選手であります。さあ続いてベテランから若手の順に登場いただきたいと思います。迷いなき関東精神こそアスリートの魂、ファンから信任される理由です。中里優子、ベテランの中里です。一生懸命走ります。応援お願いします。走り変わっていません。うまさは誰もが認めるところ、混戦をさばき船券に貢献する存在です。三松直美、ああかわいい、地元の女子レース走れて嬉しいです。頑張ります。応援してください。はい、応援ありがとうございます。ボートレース界のクイーンは今年3月にも小島ヴィーナスシリーズを制しています。クラリスドリームも登場です。田口節子、おはようございます。世界も走ります。小島優勝6回です。明るくおおらかな人柄同様、レースにスケール感、たくましさはそこから来ています。赤澤久美香、おはようございます。地元です。一生懸命頑張ります。応援お願いします。2019年5月の小島ヴィーナスシリーズの再来が願い、ファンはいつも応援しています。若狭奈美子、おはようございます。小島走れて嬉しいです。応援お願いします。はい、たくさんの応援ありがとうございます。勝負に無理は禁物、流れを重視しながら勝機を伺う静岡支部の中堅レーサー山下優希、おはようございます。精一杯走ります。応援お願いします。全県好タイムを出しています。今季2連対率は 39.8%、 上位を目指す気持ちがレースで形になっています。樋口ゆかり、おはようございます。最後まで一生懸命頑張ります。3月の徳山ヴィーナスシリーズはオール3連対で優勝、今度は地元ファンが待っています。喜井司、おはようございます。最後まで諦めず頑張ります。お願いします。栄冠を誓います。徳島の中堅女子レーサーのオファコはセンターアウト戦、まくり差しに威力があります。北津アンナ、おはようございます。久しぶりにエンジン引いたんで頑張ります。コモーター55号機です。接戦道中粘りでしぶとく連に絡む静岡女子がここにいます。躍進を誓います。土屋美咲、おはようございます。いいエンジンらしいですが、前節から新ペラなんで今節もしっかり仕事します。応援よろしくお願いします。はい、しっかり調整します。ボートレース界の花姉妹レーサーは経験からファンの気持ちを熟知しています。西岡郁美、おはようございます。一生懸命頑張ります。ひき肉です。ありがとうございます。地道な努力が育んできた果実が実るまであと一歩、実直に前進します。勝浦真帆、おはようございます。前回と一緒のモーター引きました。今回はスタートしっかり決めて頑張ります。応援お願いします。はい、しっかりと走っていただきましょう。
豊富な練習量が導いた A 級昇格、その難しさを体験した今だからこそ次があります。藪内瑞希。おはようございます。同期のエンジン引きました。いそいそ頑張ります。よろしくお願いします。健闘誓いました。北海道出身、滋賀支部所属、豊富な人生経験をともにレースにも深みが増しています。孫崎桃代。おはようございます。小島好きです。頑張ります。全権2番時計です。7月の小島オーシャンカップ優勝モーターが相方、タイガース同様はつらつと水上を舞います北伊織。思いっきり楽しみます。応援してください。あれを目指します。2018年11月にデビューし、やがて満5年、ステージアップは確実に見えてきています。赤井セリナ。おはようございます。頑張ります。どんどん伸びていきます。3月下関ヴィーナスシリーズで自身初優勝、復帰戦線をファンは待っていました。高畑四季。おはようございます。最終日まで頑張ります。応援よろしくお願いします。たくさんの応援よろしくお願いいたします。喜んでいただけるレースを目標に、スピードとテクニックを磨いている最中であります。中尾さやか。双子の妹の先に出てきた方です。お願いします。はい、追い抜くレースも慎重であります。ヨットレースで国体出場歴のあるアスリート、近況急激に成績を伸ばしています。小林成美。おはようございます。粘り強いレースします。よろしくお願いします。はい、ヨットで鍛えてきました。日頃の鍛錬が生み出した安定感、常にレースの渦中に存在しています。河合萌え。おはようございます。名前を覚えてもらえるように頑張ります。お願いします。はい、萌えちゃんの声援ありがとうございます。今話題沸騰のバスケットボール、元プロプレイヤーでした、今こそポイントゲット、宮崎アンナ。久しぶりの小島、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。小島大好きになってください。来季適用勝率は現在 5.03、 一気に浮上中です。10月の期末に向けラストスパート、藤原さら。おはようございます。優勝戦乗れるように頑張ります。はい、ありがとうございます。タオルもね、掲示していただきました。埼玉支部128期生は着実に成績を伸ばし、近況4点台目前、まだまだ伸びます。大久保優香。こんにちは、小島初めてですけど1着取れるように頑張ります。お願いします。はい、いいイメージを。自己点を抱えながらも前へと向かう気持ちがアスリートの魂を示しています。宮崎つぐみ。おはようございます。無事故で頑張ります。応援お願いします。頑張ってください。ポテンシャルだけではここまで来ません。努力の形が今季勝率5点台になって現れています。小坂部ありさ。いつも応援ありがとうございます。同期4人で頑張ります。よろしくお願いします。父はオートレーサーの湯浅博史選手、勝負にかける意気込みを結果につなげていきます。湯浅のりか。おはようございます。一生懸命走ります。応援お願いします。同期4人で頑張ります。2021年11月にデビュー以来、勝率は確実に上がり続けています。一歩一歩前進中であります。寺田くー。おはようございます。同期4人で頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、一丸となって戦います。デビューは10ヶ月前、今年5月には鳴門で水神祭、兆しがはっきり見えています。井上春日。おはようございます。いっそいっそ力を込めて走ります。応援よろしくお願いします。どんどん伸びていきます。相手との戦い、自己点との戦い、勝利を導くため自分との戦いがあります。三島心。おはようございます。初めての女子戦です。同期と共に頑張ります。重成さん、お誕生日おめでとうございます。はい、エース級モーター引きました。デビュー節のフライングを乗り越えるためには実戦あるのみ、一戦集中です。永田楽。おはようございます。初めての小島、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。132kg、21歳は初勝利に邁進中、今季連絡みで船券にも貢献しています。南彩音。おはようございます。完全無事故目指して頑張ります。お願いします。はい、小島初出場です。
高校時代は女子サッカーでインターハイ出場、ガッツと責任感があります。伊藤詩織。おはようございます。最後まで全力で走ります。試合するまで頑張ります。愛知県の高校でゴールキーパーでした。5月に桐生でデビューし、現在45走、初のバーディー、水位祭が待っています。河内ゆりやん。おはようございます。同期もたくさんいるので132期みんなで頑張ります。ゴルフに熱中していた青春時代があります。